はい、こんにちは、今日のぬるっと解説スケッチアップ講座は、立体文字と、放射配置についてやりたいと思います。まず立体文字の方からやっていきたいと思います。ツールかな、ツールの中に 3D テキストっていうのがあるので、これがその立体文字を作るツールになります。感じでね、入力した文字を、立体にしていくんですけれども、ここの高さっていうのが文字サイズで、その下の数字が、立体にする厚みになると思うんですよね。ちょっとこれで入れてみたいと思います。よいしょ。することができます。なんかね、この 3D モデリングした中に、こういう立体文字で、何か伝えるっていうこともあるかと思うので、覚えておいたらいいかなというところですね。で、次に、放射配置の方をやっていこうかなと思います。じゃあちょっとまずは、先ほど角度入れたところ、このボックスがあるんですけど、 X11 入れてやると11個複写するっていう形にできます。なので、こういうね、放射状の配置っていうのが、これでできるようになります。今日はね、こんな感じで、立体文字の作成と、放射配置について、解説をさせていただきました。参考になればいいかなと思います。